はいどうもー、すやか TV チャンネルです。今日はまた千葉県の香取市の佐原に来ております。こちらにドンさんっていうスリランカカレーのお店がなんと去年の10月にできてたそうで、ということで千葉県来れてなかったんでやってまいりました。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、よこんにちは。こんにちは。お名前は？私の名前はマドゥラです。マドゥラさん、はい、はい、ということで食べていきますんで、はい、これは、はい、コットゥが来ましたね。念願のコットゥです。魚コットゥですか、これ。魚コットゥって初めてなの。フィッシュコットゥあんまりないね。アンボルティアル、アンボルティアル、ゴラカを使ってんのよね。そうゴラカ使って、はい、ゴラカ、さっきの酸味のやつですね。そうですね、すげえいい匂いしてるよ、はい、やばい、あのなんか食欲が今この匂いで増殖されている。これはたまらんな。あ、めっちゃいい匂い。食べれるんじゃね、うちら。コップ。コップやばい。これでも山盛り出てきてる。これなかなか。でもこれ一人前ですよ。でしょ、はい、すごい量だよね。すっごい食べられる。むしろこれ少ないぐらいです。なんかあったらもっと。もっとなんだ。それどうするんだよ。よく食べるんですね。すごい食べます。え、皆さん、コップロッティ初めてですか。初めて。魚は初めて。魚は僕も初めてです。うまいですか。味が美味しい。全然辛くないよ。辛くないんだ。うん。舐められたのうちら。美味しい。なんでドンっていう名前なんですか、これ。ファミリーネームだね。ああ、ドンがファミリーネームなんだ。カツオ？何の魚だ。カツオか。美味しいって。やむやむ。美味しいよね。ラサイって言うんですよ。ラサイ。ラサイ。ラサイ。黒胡椒か。胡椒の辛さ、これ。うん。かな。でも確かにタマリンドとは違う感じですね。辛くしてって言ってよかったね。うん、もっといきましたね。全然もっと辛い。すごいですね、皆さん。何言うの。そうすか。いや、私そんな辛いの得意じゃないですよ、ちなみに。俺も得意じゃない。いや、俺も全然得意じゃない。なんだそれ。全然得意じゃないけど。何辛さ。何アンブルティアルいけますね。美味しいよね。魚も柔らかいし、このチョイス大当たりだね、うん、ちょうどいい。っていうかさ、食べ合わせ何頼んでもいいってすごいいいことじゃない。本当はね、うん、方向性がみんな同じ方向向いてる、うん、ロッティが来ましたね。ロッティはロッティです。こんな感じなんだ、薄いのね。パリパリなんだ、ね、パリパリと柔らかいの両方、めっちゃ薄い。なんかパイ生地みたいだね。この柔らかいの何？パン？パン。あ、これとこれ一緒？そうですね。はい。うまい、なんか甘い。甘いね。ちょっと味がこういう感じ。ほんとだ、甘い。美味しい。辛いカレーをつけて食べたら、ちょっとほんのり甘くなって。やっぱ甘辛が好きだね。この人たちは。私すごい合うわ。うん、これ美味しい。美味しいですね。この甘いのがたまらん。インドの全然違うね。味ないもんね。インドのやつは小麦粉の味しかしない、うん、ほっけない、うん、インドのカレーはあれが合うんだよね。そう、うん、これでこれつけて食べるとまた違う味になるね。絶対うまいっすよ。面白い、うん、酸味と甘さが混ざって面白いことになる、うん、ゴラカいいっすね。ゴラカの味が美味しいっていうのが今日は学びました、うん、この酸味の感じ素晴らしい。あんまり食べ慣れてないのもあって、うん、これは別名ゴラカニっていうぐらいこの料理みたいな、ただ味がもう、はい、まんべんなく、あんまり使わないんだけど、ね、使いますけど、ゴラカの方が一般的かなっていう、うん、南インドだとね、タマリンドばっかりですよね。そうですね。あ、ゴラカ使わないと思います。ゴラカはスリランカじゃないかな。面白いです、この違いは。スリランカならではっぽいですね。ランペとゴラカがスリランカならではっぽい。そうですね。ランペってなんですか。ランペもハーブですか。そうですね。ランペはね、タイとかでも使うんですよね。タイとか、インドネシアとかの辺も使うんですよ。あっち方面なんだ。パンダンリーフ。タイでも使いましたっけ。タイでも使いますよ。タイもタマリンドとかバリバリ使いますもんね。タイはタマリンド使うよね。で、ゴラカは多分知らなかったっけ。ね、あんま使わない。あの、タマリンドの形状ともまた違うんですか。木みたいやけど、乾燥さ黒くて、そう、乾燥させて、木の実みたいなのを。タマリンドもそうですよね。まあ、タマリンドはほぐして固まってるやつを水に溶かして。そうですね。食べるんですけど、食べるとすごいプルーンの味が。はい、でもまさにそんな感じですよ。やり方も水に戻して、ね、じゃあ近いですね。胡椒感がすごいね。あのチリの辛さじゃない、うん、ガルシニアとも言いますか。はい、ガルシニアしかしか使わないんですか。ゴラカタマリンドより黒い、ね、こういうちょっと黒い色になるんですよ。なるほど、だから胡椒の黒であってゴラカの黒さ、ゴラカの黒さ、黒胡椒でこんな黒くなんないもんね。そしたらもっと辛いよね。ちょっとゴラカ使いこなせたら料理上手感半端ないよね。何これ、黒い真っ黒系だ。だいぶ黒い。こういう
感じなんですか。そう、木の実なんです。それを乾燥させてるってそういうものにペーストにしてるんですね。アーパーアーパー新原語だよ。アーパーね、英語でポッパーです。あ、なるほど。これ新産物です、ね、甘辛い炒め、辛いジャム的な感じかな。うん、スイーニーっていうのは甘いっていう意味なんですよ。お、撮影会が始まりました。スイーニー、本当怖いですね。サンボルとオッパ、ホッパーです。ホッパ、これ何、うん、サンバルだって。それは甘辛です。玉ねぎ、これそうですね、スイーニーサンボル。すごい匂いする玉ねぎの。え、これどう食べんの。それはそのまま食べて。おいしい、超ココナッツ。俺これがね、スリランカで一番好きな食べ物。これもう庶民だったと思うんですけど、でもこれはね、本当に正直言うとスリランカで食べてほしいです。味違うの？はい、これはね、発酵させるんですよ、うん、だから発酵の度合いが日本ではできない、気候が全然違うから。なるほど。特にこの時期とかだとね、ちょっと難しいんですよ。これは主婦の力量とかじゃなくて、この土地のものなので。あ、おいしい。絶対これはね、スリランカ来て食べてください。いや、スリランカ料理って奥深いね。はい、そうなんですよ。これが多分、南インドでアッパム、うん、そうそう、すごい似てますね、はい、これアッパム、味がアッパム、うん、アッパムも美味しいんですよ。アッパム、すごい。じゃあ、これが、はい、スリランカアッパム、ね、アッパムも見た目こんな感じなんですか。はい、こんな感じで、あとね、ピットゥっていうのもあるんですけど、うん、それ、南インドではプットゥって言うんですよね。プットゥ、はい、あのプットゥっていう、うん、昔の丸っこい。そうそうそう、あれ、スリランカではピットゥって言うんですよ。うん、これ、玉ねぎを何で炒めてんだろう。タレ的なやつが、唐辛子と砂糖も入れてます。唐辛子となんかスリランカ独特のマンゴーじゃないけど、なんかチャツネ的な、なんか、いや、甘さが、うん、なんかあんのかな。玉ねぎが甘いから、うん、玉ねぎの甘さがすごい強い、うん、そう思う。シーサンボルは何で、玉ねぎと何で作る。チリパウダー、チリパウダー、チリピースね、うん、はいはい、これとコショウ、コショウ、ラペコ、砂糖、やっぱ砂糖入った、塩、うん、あとはタマリンドか、あのタマリンド、パイのタマリンド、タマリンド、タマリンド入れるんだ。何色入ってんだこれ。酸っぱい味ではタマリンド。タマリンド。ああ、やっぱいろんな味覚が欲しいんですね。タイと似てますね、そういう意味でね。あの、タイ料理って全部ないとダメなんですもんね。本当ですよね。あとはね、お尻の匂いも出るわ、うん、カレーリュース、カルビンチャ。ああ。カルビンチャとセール。うん、セール。セール。セール。タイをよく使うんですよ。セール。葉っぱの爽やかな、うん、ハーブ、うんうん、長いの、うん、長いね、これも入れる、うん、結構凝ってるんだね、うん、いやいや、満足ですね、またもう一軒行くなんてすごいね